妊婦検診の時に先生にしても大丈夫かって思い切って相談してみたんだよね。そしたら先生がしても大丈夫だよって。だから私はしてた。パパも私の体調を一番に考えてくれてたし、ここだけの話、単位とかちょっとスマホでね調べてくれてたみたい。おお。私も本や雑誌でちょっと調べてたよ。うんうんうん。なんかさ、結構そういう特集って読まれてたりするんだよね。うんうん。でも、最中にお腹が張ったりしたら、すぐに中止してたよ。なるほどね。うちは、お互いにお腹の赤ちゃんが気になっちゃって、もう全然してないんだよね。え、10ヶ月間も？そうそう、ずっと切ってはげて我慢。すごい！うん、それ以外でコミュニケーション取ってたよ。うんうん。お互い納得できる方法がベストだよね。体型の変化も大きいし、結構乗り気になれないってママも少なくないと思う。うん、そんな不安な気持ちを伝え合えたらいいよね。